マイロマイロはソニーの携帯端末。パーソナルコミュニケーターという位置づけの製品で無線 LAN を内蔵し、ウェブブラウジングやチャットが楽しめるほか、音楽ファイルや動画ファイルを再生することもできるので、デジタルオーディオプレイヤーとしても利用可能である。なお、マイロという名称は、マイライフオンラインの省略形であるという。機器としては、クリーの光景にあたる。 初代モデルが2007年2月に、2代目が2008年に発売開始。2008年12月17日に販売終了。2007年2月5日にブラックモデルが発売された。2007年3月1日にはホワイトモデルも発売された。価格は39,800円。ソニースタイルでのみ発売された。 無線 LAN の普及度が高い北米で2006年9月に349ドルで先行リリースされた。北米版も日本語モードを持っているが日本語入力環境がないために実用度は低い。2008年1月6日に北米で発表された後継機。日本での発売開始は2008年3月1日。 キーボードが日本語入力対応であるほかは、日本語版と北米版は、ほぼ同一のハードウェアである。日本向け端末には日本語入力システムとして、P バックスタッチを採用している。130万画素のデジタルカメラ機能を搭載し、液晶ディスプレイがタッチスクリーン機能のついた Wavega に無線 LAN が i e e 8 0 2 1 1ビット G になったことが大きく異なる。 2008年12月17日に販売終了。フリースケール社製 IMX CPU コアブ 266MHz 駆動2.4型 TFT 液晶ディスプレイ。クベが65,536色表示ストレージとして 1GB、フラッシュメモリを搭載メモリースティックディオ、メモリースティックプロデュオスロット搭載、クワーティ型キーボード搭載。 数字キーが除かれており、厳密にはフルキーボードとは言えない。USB コネクタ。USB2.0 対応。マスストレージクラスおよび MTP 対応。約幅123高さ23.9奥行き 63mm。約 150g 下記以外は COM-1 と同じ。フリースケール射精 IMX CPU コア部五百5 3 2 メガヘルツ駆動タッチスクリーン機能付き3.5型 TFT 液晶ディスプレイ。WAVE が65,536色表示約幅130.8高さ20.7奥行き 64.6mm 約 193g なお、本体機能としてはメール機能を持っていないが Google トークから Gmail を使用することができ、ブラウザからは各種ウェブメールを利用することも可能。 大まかには、コム -1 の機能と変わらないが、以下の点で差異がある。AAC 形式の音楽ファイルを再生できるようになっている。MPEG-4ABC の再生が可能となっている。130万画素のデジタルカメラを新たに搭載している。ありがとうございます。